でかというと、連結車両でこっち向いたって何も見えないからですね、僕たち案内したよね、そっちが綺麗な景色が見えますので、お山が綺麗に見えますので見てください。馬見山連山、馬見山といって漢字で、馬、動物の馬に見る山と書いて馬見山と言います。左奥が朝倉とか釜市というところです。で、これうちのお花公園なんですけど、見てもらって分かりますが、色づきは当然まだです。なぜかというと、紅葉は11月の中旬、来月です。あと1ヶ月は待たないと無理ですね。毎年毎年11月中旬がだいたいいいです。もちろん天気とかによって前後します。なので11月中旬のこんな土曜日なんかに来た日には2時間待ちとかです。これ乗るならばですね。だから乗らない方がいいと私は思いますね。もう本当やめてくれっちゅうぐらい人が来ますんで、本当もうね、やめてくださいということですね。で、もちろん階段で行く時も人がごった返すので、こんなちょうどいい時間はもうやめた方がいい。来るならばもう本当に平日、おすすめは火曜日から木曜日の平日、金曜日多いです。月曜日もなぜか日曜日の次だから多いです。連休皆さん取ってます。なんで火曜日から木曜日のこんな昼とか避けたら結構ゆっくりあると思います。それでも1000人ぐらいは乗せると思うんですけど、だいたい2000人から3000人、その時は毎日毎日乗せたりするんですが、土曜日とか日曜日特に多いです。で、